はいどうもこんにちは、フィギュア大好きといっかんです。今回は新作フィギュアの予約開始情報でございます。考えてみたらね、もう年内フィギュアの大型イベントってないんですよね。でまずはグスマさんのサイトにお邪魔しまして、はい出ました、時期もぴったり、アニメ3期も始まったウマ娘プリティダービーよりライスシャワーメイクアップヴァンパイア、はい、アルターからも予約開始となったライスちゃんが可愛いハロウィンコスプレ衣装でのフィギュア化です。あーこれは可愛い、これは可愛い、何このはにかみ笑顔これやばすぎない？あーで馬娘なのでちゃんとね馬の耳もあるんですよね。で公式の説明ではライスシャワーが恥じらいながらもヴァンパイアになりきる愛らしい姿を緻密な造形で再現しましたと。緻密ってなんか響きがエロいですよねいやでもこれ結構凝った造形になってますよ。特に衣装が、あのラブライブのスクフェスの衣装みたいな感じ、スカートのところとかすごいですよね。これ何層になってるんだろう。でも中はパンツではないんですよね。でこれはなんかハロウィンイベントとかでの衣装なんですかね。他にもこのハロウィン衣装の馬娘っているんでしょうか。でこちらのフィギュアかなり凝った造形なのでお値段も結構します。スケールは7分の1でお値段が税込みの 25,900 円です。ただしこちらは一般量販店での割引価格でも買えまして、今 Amazon ですと 21,500 円くらいになっています。なのでアルターのライスシャワーとそんなに値段は変わらないと。いやーこれは悩みますね。まあトレーナーさんであれば両方買うんでしょうけれども、これは悩みます。でこちら予約をすると来年の8月に出荷される予定です。ハロウィンには間に合いそうですね。で変わりましてこちらがフリングさんのテンスラのシュナバニーバージョン。あのテンスラはリムルとかミリムのフィギュアが出るたびにシュナも出してほしい、シュナも出してほしいって声がね多かったので、喜んでる方も多いのではないでしょうか。しかもバニー、いやーまあまあありますねどこがとは言いませんが、僕はねこれぐらいが好きですね。はいいやでも可愛い、これも可愛いですね。でちゃんとね網タイツを履いてるところもいいですよね。これもなんか可愛い、なんだろうこのよちっとした感じの足、もじもじした感じが可愛いですね。いやー顔も可愛いし、こうやって見つめられるとたまらんですよ。でこちらのスケールは4分の1です。でかいです、ちっちゃいですけど。でお値段が税込みの 29,700 円。ただしこちらは販路限定になってまして、お値引きはありません。グスマオンライン、グスマオンラインの D アニメストア、アミアミ駿河屋アニメート、そして Amazon のみで予約ができます。で予約をするとこれは来年の6月に出荷される予定です。で変わりましてこちらがシブスクさんから同じくテンスラのミリムナーバ流装バージョン。これはあれですね、以前に発売されているリムルと対になるようなフィギュア、まあ実際並べるとかなりすごいことになりそうなんですけど、そんなすごいフィギュアがまた出たと。いやーでもねこれも本当にヤバそうです。この竜の羽、翼のボリュームがねまずヤバい、なんか体よりもでかいんじゃないかってくらいすごい迫力となっていて、で足元の方にはおなじみのエフェクトパーツ、これも多分クリアパーツでできているんでしょうね。相変わらず綺麗ですよね。で正面から見た感じがなんかねこれもすごい、昔のなんかあのパンクミュージシャンみたいな感じしかもなんとこれ差し替えで、あの手のねパーツも変えられるようです。なんだろうこれ、竜の手なんでしょうけれども、なんか猫でいうところの肉球みたいな感じでね可愛いんですよね。なんか柔らかそう。でこちらのスケールが7分の1ありまして、ビッグスケールとなっております。お値段が税込みの 38,500 円となってまして、まあでもそうでしょうね、これぞシブスク価格っていう感じ。ただですねリムルのクオリティもねマジヤバかったので、欲しい方はこちら予約必須でございます。でこれは予約をすると来年の7月に出荷される予定です。で変わりましてアニメ2期が始まったゴブリンスレイヤーからおもらしでおなじみの女神官が箱入り娘さんより予約開始となっています。あーでもなんかこれいい感じですね、なんかこうしゃがみ込んでいる感じ、なんかそれっぽいですよね、この後におもらししちゃうみたいなすいません。でなんとこれスケールが6分の1ありまして、まあお座り系なので6分の1はありがたいのですが、台座もね凝ってるんですよ。凝っているというか結構でかい、あの例の洞窟の中でのシチュエーションみたいな、そんな感じ。松明とかもありますね。
なんかね、これを見ると僕はエッチな妄想が膨らむんですけれども、で帽子も外れるみたいです。服もなんか一部が破けているっぽい、こういうデザインではないですよね、破けてるんですよね。でスケールが6分の1でお値段が税込みの 26,400 円。ただしこちらは一般量販店でも買えるようで 23,500 円くらいになっています。で予約をすると来年の4月に出荷される予定です。でなんと同じく箱入り娘さんから剣の乙女も出るようです。剣の乙女って言うんだ。なんかちょっと一期でもね、最後の方にちらっと出てましたよね。なんかお風呂に入ってなかったでしたっけ、僕の勘違い。ゴブリンスレイヤーってダークなイメージですけど結構エロいですよね。でこちらも同じようにしゃがみ込んでいて今にも漏らしそうな感じすいません。でやっぱり服が破けている感じ、重症バージョンっていうやつですね。でなんかニーヤオートマタのように目を隠しているところがね、また妄想が働いてエロく見えるんですよ。でこれはなんか帽子だけではなくていろいろと外れるみたいです。どういうことこれ、なんかひっくり返したら相当やばそうですよね、いろんな意味で。でこちらもスケールは6分の1で販売価格が税込みの 26,400 円ですが、これも割引価格で 23,500 円くらいで買えるようです。でこうやってね並べられるみたいです。ちゃんと台座がねくっつくみたいですね。でこちらは予約をすると来年の5月に出荷される予定です。ちょっとこうね前の方にゴブリンを並べたいですね。で変わりましてこちらがソルインターナショナルさんから、これもアニメ2期、2期だっけ3期だっけの盾の勇者の成り上がりからラフタリアのなんとビキニアーマーバージョンが予約開始となりました。いやーマジで、でもこんな格好してましたっけ、してないですよね。これはオリジナルですよね。いやーでもビキニアーマーってこうやって見ると本当に素晴らしいですよね。水着よりもエロく見えるのはなぜでしょうか。もうなんかね、いろんなキャラにビキニアーマー姿になってほしい。個人的には無色転生のロキシー師匠になってほしいかな。ちっぱいほどいいと。いやでもこれマジでラフタリアンにはたまらないのではないでしょうか。特にね、お尻あたりが最高ですね。なんか全体的にむっちりしてますよね。ちなみにビキニアーマーは面積が小さいほど防御力が高くなるというそんな都市伝説があるとかないとか。でこちらのスケールが7分の1で販売価格が税込みの 19,800 円。で予約をするとこれは来年の4月に出荷される予定です。はい、ということですいません、これから例のねマリンちゃんのレビュー動画を作らなくてはいけないので今回はここまでといたします。で今回も紹介したすべてのフィギュアの予約先は下の説明欄にリンクを貼っていますので、そちらからチェックしてみてください。ではでは3連休楽しんでください。